はい、じゃあちょっと露天風呂の方に行ってみたいと思います。誰かいるとね、ない時には一応券買ってますんでね、買ってますよ。露天風呂、じゃあこっから俺の顔見てもしょう。行きましょう。こんな感じでこの川を沿っていくんですけども、見えてきましたね。本気で晴れてるけど今雲は晴れない。もうそこにあるわけです。これから見えちゃうわけです。すごい用紙が日本最高ところ露天風呂、標高 2150m で上がこういう感じですね。ビューは、お、ぬるね、まあ、まあでもいいよね。感じです。はい。これからちょっとね、風呂のセッティングをしようと思います。これを、どうぞよ、気持ちいい。超気持ちいい。こういうこと言うんだね。はい、ということですね、特にあれですよ、温泉クリスチャン温泉同好会の、千代くんとヒロさん、ぜひ次ここ来ましょう。一応日本で、最高高度の露天風呂、標高 2150m、 雲上の湯本沢温泉の露天風呂に来てます。で、これ湯船がだいたいね、まあどのぐらいだろう、端が2m、4m ぐらいかな。で、これが景色が綺麗な景色が、こう雲上の湯、これからこう行くと、この硫黄岳の火口壁が見えます。見えますね、見えるところにしましょう。で、横はこのね、川が流れて、行って、で、硫黄の匂いがするこの板張りのこうテラスみたいな感じで、こういう本当にもう上登山道で見えるんだよ、ね、さっき俺上から見えたんだけど、ちょっと下がったとか、こんな感じので、夏場もそうですけども、来るまでね、温泉から少し歩くんですけども、冬場は多分ね、そこね凍ったり雪があるので命がけです。それでもね、来る、お、最高だよねこれ、こうやって
もう天風呂は本当にもう最高峰です。日本でこれ以上の露天風呂は、あるけどあるけどいいや。こう男子しかも勇者限定ということで、あの冬の本沢温泉もし要望があれば、うちの車多分大丈夫かな、四駆で途中まで入って、そこから、1時間ちょっと歩いて、でそこに本沢温泉っていう温泉宿があり、そこまで内湯もあるんですけども、さらにそこから5、6分歩いたところにこの人情の湯がありますので、ぜひツアーを組みたいと思います。どのぐらいかな、はい、本沢温泉の露天風呂に来ています。上に人が通ってるよ、ということですね。こううん、運動の日ということで、これを変わっておりますけども今のうちに見せるようにね、こういう温泉がありまして、多分上の方はもうね、冬山、これから冬のシーズンですけども、しばらくはここ来れると思います。でもここは雪がついてしまうとちょっと来るのに、命がけで愛禅が必要になる露天風呂です。ただ下の本沢温泉ね、すぐ下ったところの温泉が宇宙風呂もあるので、そこでね、もう満足できるかもしれませんが、ちょっとまあ勇者はもちろんちゃんとね、アイゼンとかピッケルとか、まあ、ストックとかね、ちゃんと持って雪の、様子も見ながらだったら真冬でも、来れるんじゃないでしょうか。ちょっとねそんなのこともね考えてみようかと思います。ということで、この上がね、ちょっと事故のないようにして、上がこうこうですよ、これでいくか、ん？これでいくか、硫黄岳がね、こう見えるかな、はい、硫黄岳の岩壁がこう上に行き過ぎたらごめんなさいね。で、硫黄岳の爆裂火口から温泉ということで、それではまたごきげんよう。